さあやっていこう、恋とプロデューサー実況、久しぶりにねやっていこうと思いますが、なんか久しぶりに開くものだから、始めた途端にムービーとか始まりやしない。なんだこれ。カレンダーを眺めながらふと気づいた。この部屋を出てからもう39日間経つということに。見るものすべてが懐かしいような、初めて見るようなそんな気がする。私は思い出に浸っていた。その時ドアの外から聞き慣れた足音が聞こえてきた。何これは、何これは。ムービーが流れる、違う、ムービーが流れると思っていたのに全然違った。一応恋プロのね、なんか公式をのチャンネルをフォローしてるから、なんかイベントが始まったら通知してくれるんですけど、あれこういうムービーが流れると思ってた。なんかイベント用のムービーが違ったね。彼はスーツで身を固め、眉間にシワを寄せていた。なんか困った顔してるけど、焦りの色、どうして、ね、出ないんだ。あ、ついこっちを見ていた。こっちを見ないと、パソコン上で2画面でやってるから。画面にはたくさんの不在着信通知が表示されていた。しかもそれらすべて前からだった。今でも携帯って言うかな。昔は言ってたな。今もうスマホになったな。携帯が。飛行機。まさか私を迎えに来てくれたわけじゃないよね。メッセージ、あ、いつのフライトで帰るのかを尋ねるメッセージを送って。すげえ、この女。男は割となんかメッセージとか送るとき、割とこう、反応とかさ、あれを送ったのに、みたいなこと思ってるんですよね。めちゃくちゃ、善に対してこう、ざっくりとした感情でしか見てない。善のそのことを聞き、緊張しながら彼を見る。けれど彼の顔から何を考えているのかは全く読み取れない。いや。深い色した両目が、私を見つめている。その瞳に浮かぶのは、かすかな失望の色だろうか。もういい。お前が覚えていると思ったのが、間違いだった。これは切れてもやむなし。このような女性になってはいけませんよ、皆さん。必死に思った私は、その時のやりとりを必死に思い出そうとした。しかし必死って、逆に疑問に思った私はだった。フライト以外に何を話しただろう。やべえ、この女は。この女はやべえ。あざらこやばい。全然なんかこう、人の気持ちとか察しれない人間だった。私たちはしばらく微妙な表情のまま見つめ合って、すると頭の中に記憶の断片が浮かんできた。その断片が全て繋がった瞬間、私の顔は熱くなり、視線はドキドキ、心臓はドキドキと、早朝打ち始めた。どんなだ。両腕を開いて、お前って。私の予想外なく、頭おかしいんじゃないの。暖かく乾いた息に包まれる。腰に触れた手は温かく力強い。かすかな笑みを伴った善の声が頭の上から聞こえた。どうした、思い出したのか。なんだフォルダとか言った。目をこすってため息をつきながら善にこんなメッセージを送っていたんだと。はぁ、あ、何も、これだけのことを送っておきながら何の感情も動かず。ていうか何なんこれは、いきなり何が始まったの。力強い鼓動が伝わってくる。ああ、ちゃんと帰ってきたならそれでいい。まあわかるけどね。ちゃんと帰ってきたらそれでいいっていう感じもわかるけどね。あら、なクリスマスイベント的なムービーが見れると思ってたんだけど、ああ、時期を外しちゃったかな。つつわかる。誰かの前途、フライトの後。ホテルに着いた。今どこに。なんですかいきなり。車酔いして周りに迷惑かけるんじゃないぞ。ああ、酔い止めを使っとこう。そんなことしないから。
今日の飛行機っての私ひどかった。そんなこと聞く必要があるのか。もう少し言い方が。いい、控えめに言ってやる。ほう、飛行機でのお前は本当にみっともなかったぞ。ははは、どうだ、かなり控えめだ。なんか事細かに伝えてくれるかと思った。そうじゃなかった。どうしてそんな言い方するの。私のこと心配したくせに私のことあまり見くるびらないでよね。どういうこと。何かな、本当に何が電話番号は。そんなものお前が気にしてるだけだろ。そうだな。お前が俺が脅せるとでも思っているのか。カードが弱すぎる。バカかお前は。バカだわ。俺は電話番号を聞いたんじゃない。あれは Bluetooth のスピーカー設定を手伝ってもらっただけだ。ほう、わかったか。それは会社でくだらんデタラメを吹聴されると困るからだ。ごもっともでございますよ。いや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 、意外だな。社内での評判にそこまでこだわれてて当然だろうが。俺のことはもういい。それより飛行機で一緒だったやつは誰なんだ。それだよ。ダメだこの女、やめとけ。全員ほんとだよ。なぜいい人だと分かる。男はみんな消えた。ダメだこの女は。お前というやつはどうしそう単純なんだ。ダメだこいつは。騙されるぞ。ひどい目に遭ってから泣きついてきても知らんぞ。そこまで単純だと楽でいいな。楽でいいな、マジで。甘く見ないでよねって、そういうとこ。ちょっともうちょっと危機意識を持って。俺に喧嘩を売ってるのか。ほんとだぜ。ある程度前ぐらいになると自分で何でもできてると思うよ。もういい。そのエネルギーをもっと大事なことのために取っておく。もう切るぞ。切るぞ。そのレオってのは相手にするなよ。心配性だが、まあこのコミュニケーションじゃ、ゼンさんあなた嫌われますよ。すごい気持ちわかるんだけど、そのコミュニケーションじゃ、ゼンさんあなた嫌われてしまいますよ。2007年に製造されたプレート、今からじゃ渡しても遅いかな。なんだこれ、なんだこれ。リンゴ、バカだ。クリスマスプレート攻略を習え。はいはい、長文が書いてますね。読みたい人は読んでください。ここで動画をピタッと止めてね、読んでください。なんか長いな、全部読む気が起こらない。はい、ということで本編読んでいきましょう。さっさ本編読んでいきましょう。帰宅ってのは何これ。本編読んでからここに行きましょう。もう気になるところが多すぎる。全体的に気になるところが多すぎる。どこから行けばいいんだ。五章やってたんだっけ。五章のどこだ。 11?12?12 かな、違うな、19。あ、ん、もう出せなくなってんじゃん。ここの場、これだ、2号。いや、ここのバーからもう、間に合ってないもんね。いろいろと間違っとる。ボリューム、情報硬すぎるんよ。しばらくの間私は番組の制作に没頭していた。シモンがいてよかった。彼がいなければ。そう、なんか新章追加みたいなアナウンスが来てたよね。新章に行ける日はいつになるのやら。地獄耳。暇つぶしですよ。編集作業も残りわずかなので、あと少しで完成です。はあ、へそ出し。会社内でへそ出し。私はただ、構成と内容が平凡かなと思っただけで、自閉症の説明、現時点の研究と治療方法、児童養護施設内の自閉症プログラムの紹介、自閉症の子供たちとの触れ合い方、私ならチャンネルを変えたくなるの、確かに、一理ある。明日はテレビ、あ、もう俺、ん？あ、今からできることは限られてるし、確認用の VTR じゃなくじゃなく、辞表を用意するところでしたよ。はぁ、あ。はっ、かわいいやつが出てきた。かわいいやつが出てきた。
じゃあ社長言いますか。ユイ。ユイがこんな風に私を探し回るときは、大抵悪い知らせが待っているのだ。私は聞かなくてもいいかな。こんな可愛いやつおらん。またユイはすぐ大騒ぎして。クミはコーヒーの入ったカップを手に、何が起きても決して動じないと言った態度でソファに座った。どこにソファ？流出。はあ。別に流出してもよくない？だって予告フィルムまだ完成してないはずだよ。はあ。はあ。モザイク掛けも、カンナ処理もしてないです。はあ。まだテレビアモーレの審査も通ってないっていうのに。なるほど。これは多少ピンチかもしれないね。どうしてこんなことに。犯人はキラなのか。静かに巨大なネットワークが構築されている。部屋に不釣り合いな着手のメロディーが響く。同時に携帯電話の画面が光った。キラは横目で携帯電話を見ると、キーボードを打つ手を止めた。画面にはこう表示されていた。アザラコ映像制作会社バス、双葉児童養護施設、悪質メディアにある自閉症児童報道炎上事件。なるほどね。キラは携帯電話を手にすると記事を開き顔をしかめた。幾重にも鎖を巻かれた格子窓の隙間から月の光が差し込む。十数年の時を経ても児童養護施設のこの一角は解体されていなかった。ハクは彼女とその写真の父親の写真を児童養護施設の照合写真と見比べる。なんつかね。寂しげな月光が小さな窓を揺らす。月明かりが揺らめいた。通信機が不快なノイズを発する。なんかいきなりなんか登場キャラクター、登場人物たちが緊迫してるんだけど。伝わんねえ。あんまし伝わんねえ。あ、次の章に行けって。もう6の1行っちゃうね。行っちゃうね。とりあえず一旦これは次回に回しとくかな。なんかクリスマスっぽいものとか、小数がすごいんよ。いけるのか俺は下まで。これが気になるね。これが。暖かな夜。鈴鳴らしてみるよ。ほい。足らないと出る。そのベルは一体どこで手に入るんだ。デイリーで手に入る。わかんねえ。わかんねえ。このにわかな状態では。デートのところにまた一つなんかあるね。あ、違う、デートしちゃダメなんだった。もう本当になんか、ふわっとやってるな。ふわっとやってる。デートはまた別のタイミングでやります。別っていつなんだろうな。帰宅しました。はっ。アメーバピグみたいなものが。なんだこのコンテンツ。インクが足りない。はあ。なんかいろんなコンテンツが盛りだくさんで何やっていいか分かんないよ。はあ。プレゼントを送る。あ、はい。ルールを全部読めと。了解です。
何をしたらええんじゃ。はい、スーツを一つ獲得しました。で、このスーツをあげる。あ、構成員か。で、送る。予想通りのセンスだ。皮肉屋だね。ストーリーを獲得。なるほどね。で、だんだんストーリーを手に入れるわけね。あ、なるほど。この元プレゼントの元となるポイントをどう貯めよう。なんかが始まった。暖炉のそばへ行って顔を上げると、わあ、どれも素敵。前提本当にセンスがいいな。石像を飾るなんてリビングが美術館みたい。はあ、石膏像じゃないかな。石像というよりはな、そういう細かいツッコミはいらないかな。あ、これで OK。 はい、見ます。いや、ここにかけていい？それともここ？やっぱりこっちにしよう。ぐるっと回って書斎の扉の前で立ち止まると、キャビネットの上部に大きなスペースを見つけた。全員はソファーの背もたれに、寄りかかったまま、家の中を興奮気味に歩き回っている私を見ている。その口角がわずかに上がり、あれこれと迷う私に特に痺れを切らす様子もない。なんか同棲を始めている。どこかの世界線でもうすでに、同棲を始めて結婚を前提としたお付き合いをしているような感じになっている。当初善は自分の家のようにお手伝いさんもこの家に連れてくるものだと思っていたけれど、彼は必要ないと言ってくれた。善が脚立を持ってきて壁に素早く釘を打ちつける。カンカンカン。善が甘やかされて育ったわけじゃないのは知ってるけど、善が自分で家のことをやる姿なんて今までは全く想像できなかった。そう思い返してみれば、彼がスーベニアで料理を作っている姿でさえちゃんと見たことはない。脚立に登った禅が、絵を渡すように促してきた。こちらに差し出されたスライドしている指を見て、私はあることに気がついた。思いついた。私にかけさせてくれない？何が？禅が何とも言い難い目を向けると、断られるのではないかと思い、私は慌てて説明を加えた。でもさ、背低いやつが壁掛けようとしてもさ、善に任せた方がいいと思うけどな。好きにしろ。脚立はそう高くない。けど善は心配そうにずっと支えてくれていた。この高さぐらいだったら正直脚立いらん気がするけどな。なんとか絵を掛け終えて下を見ると、善は真剣な面持ちをしていた。どんな女なんだ。やらせとけや、善に。でしゃばるな。スカート。きっと善にスカートで脚立を登る女がいるかと馬鹿にされるに違い、登るやつがいるかと。馬鹿にされるに違いない。そう思ったが、彼はわずかに眉を寄せただけでも何も。どんな高さの脚立だよ、この家で。このぐらいのところに壁紙としてね、写真を飾るならまだしも、これぐらいのところだったらさ、そんなスカートの下が見えるほど高さにならんと思うんだが、急に私は脚立を支えている善を直視できなくなってしまった。私降りるね。こっちは大丈夫だから、あなたは他のことをやってて。無事に降りてから言え。全くその通り。どういう状況なんですかね。背景とか状況に合ってないんだが。善に任しておけば脚立に登ることすらないかって気がするんだが。何のために脚立に登ろうと思ったんですかね。だったらあっち向いてて、こっち見ないで。何やってんだ、この二人は。この二人はっていうか、主にアザラ子の方が何をやってるんだ。呆れと冷やかしを含んだ微笑みの間で奥には愛情、本当か？本当に愛情が見え隠れしたか？誰もお前に脚立に登るとは言ってないよ。本当よ。言ってないんだが。そりゃね、脚立は支えるもんですから。バカでごめんなさいね。私が動揺する姿を見て、善は小さく笑うと、腕を伸ばして肩を抱き寄せた。身の程をわきまえているようだ。その言葉とともに優しい唇が、眉間に触れ。
わけわからん。どんな世界なんだこれは。善が選び、私が壁にかけた油絵を見ると、彼のお手製ビスクよりも濃厚な幸せが、胸の奥から、もうただの一枚の絵ではなくなった。これは新しい生活の始まりであり、私たちの未来なのだ。ポエミー。ポエミー。面白いよ。面白いよ、このゲーム。およそ読めないようなテキストが頭の中に入ってくる。まだ帰宅なんかあるけど、まあ、あとは自分の方でやっておきます。コイトプロデューサー実況。今回はね、5章が終わりというところだったんですけど、5章の終わりもなんかいまいち知り切れとも感があるんで、また次はと、来年かな ?2021 年、ね、なったら上げましょう。という次はここまで。コイトプロデューサー実況でした。ほなまた。良いお年を。